皆さん、こんにちは。フォーサイト専任講師の福沢です。今回はですね、令和元年度行政書士試験問題解説シリーズということで、問題5番ですね、問いを見ていきたいというふうに思います。この問題5番なんですけれども、最高裁の判例をまとめてですね、選挙権とかね、立候補の自由だとか、こういった選挙にまつわる最高裁の判例をまとめて1問で聞いてくるという問題です。 今までなかなかこう焦点の当たってこなかった判例もありまして、その意味ではちょっと難易度は高いのかなと思います。ただですね、こういう問題というのは出た当時ね、解いてるとたまったもんじゃないっていう感じもしますけれども、復習という観点からすると過去問としてはですね、非常にこうまとまってて優秀な問題かなと思います。なので、この問題をやればですね、選挙権だとか、 そういった選挙制度にまつわるですね、判例が相当数ね、一遍に勉強できるということで、非常に優秀な過去問なのかなと思います。皆さんもね、そういう気持ちで見ていただくといいかなと思いますね。では早速ね、問題の方を見ていきましょう。問題5ということですね。選挙権、選挙制度に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれかという問題ですね。 で、まあ、妥当でないものはどれかという問題なので、先に正解を見ておきますね。正解は1番ですね。国民の選挙権、それ自体を制限することは原則として許されず、制約が正当化されるためには、やむを得ない自由がなければならないが、選挙権を行使するための条件は、立法府が選択する選挙制度によって具体化されるものであるから、選挙権行使の制約をめぐっては、 国会の広い裁量が認められるという内容ですね。前段の国民の選挙権それ自体を制限することは原則として許されずというところですね。で、制約が正当化されるためにはやむを得ない自由がなければならない。ここまでの判断は実はこれは正しいんですね。この部分は判例の主張として正しいです。で、後半のところですよね。選挙権行使の制約をめぐっては国会の広い裁量が認められる。ここが誤りと。 いうことになります。で、まあこれね、皆さんも読めばすぐ分かったかなとは思いますけれども、原則として許されない制約が正当化されるのはやむを得ない自由がなければならない。まあ、相当厳格な処理をしたいと言っているにもかかわらず、公団で国会の広い裁量が認められるというのは、これはまあ矛盾ですよね。矛盾があります。実際に判例の方も平成17年9月14日、 最高裁判所大法廷の判決ということで、平成17年9月14日の判例の中で、まあ、このような話が出てきまして、このやむを得ない自由というのは、選挙の構成を確保しつつ、選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし、著しく困難であると認められる場合でない限り、やむを得ない自由があるとは言えない。そこまでね、まあ、厳しく言ってるわけですから、広い裁量が認められるという主張はそぐわないと。 ということですね。従って、妥当でないものはどれかということでしたので、1番。これが妥当でなくて正解しということになると思います。2位から5について、ちょっとね、紹介をしていきましょう。2番ですね。もちろんこれで正しい内容になってますよね。2番は立候補の自由ですね。これはですね、テキストにも載ってますけれども、昭和43年12月4日のね、大法廷判決ということで、立候補の自由というのは、 制約は特にね、慎重でなければない。まあ、立候補の自由自体は明文での規定はないけれども、もちろん保障されているというところが前提に入っています。で、その次が3番ですね。これはですね、選挙運動を行う場合に、政党ですね、政党に所属している一定の要件を満たした大きめのね、政党に所属している候補者と、それ以外の候補者との間に選挙運動上の差異が生じてしまう。 こういった場合、それは平等原則違反じゃないかってね、争った判例があるわけですね。平成ですね、最大判、平成23年3月23日の判例ということですね。で、平等原則に違反しないということですね。合理性がね、到底考えられない程度に達している場合じゃないと違反とは言えないという判断をしました。それから4番ですね、小選挙区制の合憲性で、 4番と5番は、まあ、同じ判例なんですけど、小選挙区制の合憲制と比例代表制の合憲制というところで、最高裁判所の大法廷判決、平成11年11月10日の判例で、両方とも合憲というふうになってますね。なのでね、出てきた判例のところをね、もう一度ね、おさらいをしておいていただければと思います。結果ね、誤っていたものは、ですから、正解者は、 一番が正解になります。この問題に限らずですけれども、やって終わってしまった問題ですので、じゃあね、どう利用するかということですよね。で、それはやっぱりね、過去問としての価値ということで、こういうところがね、知識が聞かれたんだということをしっかりと、まあ、捉えてですね、そこもう一度聞かれた時にですね、それをしっかりと答えられるようにしておく。これがね、最大の過去問の活用ポイントだと思いますので、ぜひね、 この問題もですね、そのように使っていただければというふうに思います。それではね、また次回。